ようこそいらっしゃいました。これより二者択一のアイドルオーディションプロジェクトバーサスアンビバレンツを開催いたします。時は2021年、伝説の芸能プロダクションライゼンが7人のアイドルグループ結成のためオーディションバーサスアンビバレンツを開催。総勢13万人を超える志願者の中から選ばれたのは14人の候補生たち。最終オーディションは二者択一、同じ担当カラーを託された2人が競い、ライバルより1票でも多くの支持を集めた者にのみデビューへの道が開かれる。桜も花も街を染める夕日のオレンジも、誰かに何か与えてる、それぞれが違う意味を持ってる。一人じゃたった一色だけだって、一緒なら無限に広がって、夜空散る7つの光かき集めて未来を照らそう。君か、僕か。